ていただけて、いや本当に嬉しかったよ。本当にありがとうございました、うん、今後も任せてくださいよっしゃ任せよ。ワークポート次回から参戦したい。あ、本村さん、ぜひぜひ参加してください。今回も売り切れたのでもう次回も確定です。必需品のバッテリーが切れかけです。もう必需品じゃなくなっちゃう。ゆうさんバッテリー切れたら必需品じゃなくなっちゃう次のトークポートももう今回売り切れ決定だった。売り切れだった。本当皆さんありがとうございます。そう売り切れたので来月もはい開催させていただきますので、多分ねいけるはずなので、ぜひぜひ皆様次もよろしくお願いいたします。ヨッチーさんこんばんは。お、玉ねぎさんナイスナイス。これなんて言うんだっけ、だるまなんでだるまわからんくなるの、私最近だるまがわからなくなりがち危ない。ナイスだるまです、ありがとうございます。もっといろんな人に参加してほしいなってね。そうだよね。なのでお待ちしておりますよ、ほむらさんあ、だるまさん100個ナイス、ありがとうございます。ありがたい。今待機中、土曜日なのにお店暇。あ、待機中なんですか？この時間？ヨッチーさん、BPM さんいらっしゃい。バッテリー、そうバッテリー切った必需品になれなくなっちゃう。だっておらんくなっちゃうもん。バッテリー切れの必需品は使い物にならんぜ。カバンの中に入ってても。電化製品みたいに考えてるけど違う。次は止まりませんねのハート、ナイスハート、ありがとうございます。ドボンしてたら遅れた。ドボンって何？ドボン、ドボンって何？ゲーム、ワンちゃんゲームかな。ゲームっぽいな。ちゃうかな、ゲームタカさんオラ、玉ねぎさんハートナイス、ありがとうございます。たくさんのハートをいただきました。え、マック行ったらナゲットのソースカレー売り切れてた。やっぱ人気なのかなカレーって。マックのカレー、マックのカレーじゃないか、ナゲットのカレー人気なのかな。今から本格的に仕事時間、あ、そうなの、僕のほんまはでも暇暇の方が嫌やっぱり。あ、アプリなんや、 AKB のゲームですって。あ、なるほど、ドボン。そういうことね、面白いな。みんなやってるもんなんですか、ドボン。かわいい言い方、ドボン、うん、なんかかわいい。最近のルンバじゃないから充電器まで戻れない充電器まで戻れず急にバッテリー切れちゃうパターンの悲しいやつあれマジで悲しい、途中で切れちゃうのはありますよね、たまにたどり着けず消耗、さようなら嫌だすぎる、それちょっと嫌だすぎるんで、頑張ってバッテリーのとこまで戻っていただいて。元気さんこんばんは。俺闇仕事言ってなくて、闇仕事知らない。元気さんわかりなさい、ただいま。おっちゃんが参加しなくても乾杯せんと。え、でもおっちゃんにかつ喋りたくないの、おっちゃんおっちゃんにかつ喋りたないん。1ヶ月開催後まで、あ、1ヶ月開催まで頑張っていきます。頑張って玉ねぎさん、生き延びてくださいね、私のために私のために生き延びてくださいねって意味わからん、ちょっと何言ってるかわかんないね、すいません、すいません、はあ、もう終わってしまったよトークポートがね、早かった、2日間あったのに。
間あったのにもう終わっちゃったよ。どうしよう、買えなかったって言いたいだけど、嫌だけどって。マリオの、あ、そう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 、これマリオの国の写真です。家買って最初にするのがルンバ探すの可愛いって言う人いて、そうなんや、どこでバッテリー切れてるかなって。 USJ です。あ、 UFJ じゃない、 UFJ は銀行。元気さん、ニンニクさん、ありがとうございました。エビチのために生きるのはリアルに合ってますよって。闇ってするしないでよ、クラブの女の子の送迎だよ。クラブの女の子の送迎してるんや。闇って言ったらあかんのかなと思って、ヨッチさん。言ってよかった？言っちゃダメな職業ってわけじゃない？そんなん嫌。銀行、クッパジュニア、正解、クッパジュニアです。かわいい？カバ、カ、ガボン、ガボンって何？エミティーおやすみ、あ、ゆうさん寝ちゃった。ゆうさんおやすみ。ゆうさんおやすみ。トークポートお疲れ様です。京平さんお疲れ様です。京平さんも参加できる日が来ますように。え、10時回る前に元推しの誕生日にケーキ食べないと。あ、元推しって誰？辰弘さん。元推しって誰なんですか？聞いていいのかな？違う、ちゃんとお店の経営から女の子育てたから悪いじゃん。よかった、悪いやつじゃないんやから、闇やったらあかんのかなって。あ、元、元 AKB の藤田奈々さんとしか話したことないから、えみち話せるの楽しみって、そう言ってくれたら嬉しい。話そう話そう、超楽しみですね。ワクワクドキドキですね。楽しみ。そうなん、藤田奈々さんとは話したことがあるんですね。乃木坂です。あ、白石麻衣さんなんだ。緑色で青のモヒカンでタラコ唇のやつ。あ、わかった、あの上に乗ってる、あのプカプカ浮いてウィーって言ってやってくるやつちゃう？ちゃうっけ。今日はミスドが改装でやってなかったのでスタバ行って1時間散歩しました。あ、いつもはミスドが、ミスドに行くんですか？とりあえず2週間でありがとうございます。意外かな、玉投げて、わかったわかったわかった。知ってるわそいつ。意外かな、玉投げてくるの覚えてるわ。意外がのたまる、めっちゃ鬱陶しいんですよね、急に投げられると。ところで15分間の話何したっけかって。いろいろ喋ったよね。でもワンピースの話もしたし、結構いっぱい喋った。やんちくるさん、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。やみって言えばインパクトあるかと思ったら最悪ね。悪い方のインパクト。ミスド好きやな私、ミスドあんまいかんけど。アイロン当てんとあかんかもしれへん。ダムネイさん、テラバさんです、ありがとう。あ、そうなんや、毎日毎月話すんですね。毎日って言っちゃった。白石麻衣、今日誕生日じゃんって言ってる。すごいな、近所の人みたいにね、同級生みたいに言うやん。どこからともなくイカイカの玉を取り出す。多分あれあれですよね、モンスターボールみたいにこう膨らんでるのやと思う。来月は15分の争奪戦が厳しそうだな、だって塚さん的に。
全体的に玉ねぎさんナイス、だるまさんありがとう。いや違うな、明日の準備をしてるんですけど、今準備してるんですけど、なか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 終わらない。ひかるくんこんばんは。あ、そうなん、神押しだったんですね。達次郎さんプチコースコンプリートナイスありがとう。ひかるくんこんばんは。全体的に、全体的に、全体的にやったらいいんやけど、ずかさん的にかなと思ってずかさん的にかなと思ったんですよ。よいしょ、うん、道ちゃんと電波つながるとこ知りませんか。たぎさん、そこやったら電波つながるかなと思ってやってくれたんかな、ひょっとして。あれ、私が悪い、たけしさんが悪い、どっちなん、相性が悪い。だるま500個、だるま500個ナイス、ありがとうございます。たまねぎさんナイス500個です。シャイ、誰も500受け取りました。こっち側で、あ、たけしさんが悪い、たけしさん、たけしさん全然声届いてなかったもんね。まさかのとこやってびっくりしたけど、今日は朝まで漫画読もうと思いますやって。お、何の漫画読むんですか。踏み足だけどイベントしないからあいもんで、あ、そうなんや、女優一本で頑張ってるからなかなかね。なるほどね。でもトークポートは毎月やってくれてるって、それめちゃくちゃありがたいですね。うんうん、確かになかなか会えへんのは辛いけども、よいしょ、なんてヒロア、あー、ヒロアカと呪術廻戦東京リベンジャーズ読みますって。もう今めちゃくちゃ人気のシリーズいきますね。まるまるくん、まるまるちゃん送らないとあかんでって、まるまるちゃん片道2時間間かかる子最悪すごい、よっちさん、でもそれは送ってあげてください。トークポート俺ナイス、玉ねぎさんさすが、ありがとうございます。5G バリバリやったのにって、なんでなんやろ、ほんまにトークポートと相性が合わんの。トークポートアプリです、なんでなんかな、ほんとゆき毎度やで、東京リベンジャーズやっぱ面白いっていろんな人に聞いてる、読むべきって。読むべきですかねえ、めっちゃさ、あの裾合わせてもらわんとやばいねんけど、これ裾が長い。東京リベンジマジでおすすめ、リベンジャーズ。そしたらリベンジャーズ見ようかな、そしたら見ようかな。ユッキーって言われてる。たくまでありがとうございました。ユッキー、来月エミカ見られる、生エミカだよ、そう、あ、ウマ娘デビュー少しゲームします、すごい、京平さん、アプリやのに、アフターエク誰か紳士現れるアフターに連れて行く紳士なんか私さ、多分やけどさ、あの iPad を充電する
充電器スペインに置いてきた気がするねんな。そう、これで充電できるのかな。一応スイッチを充電するやつで充電してる。塚さん今日は15分で納得。15分で納得って何？納得したん？どっちが電波悪いかわからないよね、本当に。本当に全然喋れてる。私皆さんこうちゃんと聞こえてました？トークポート参加してくださった方々全員。今日ちょっとやっぱ悪かった？今日ちょっと悪かったのかな全員。白玉さんお疲れ。今日は0分でしたかなと思ったですよね。若干不安定でした。あずかさんも。白玉さんはお疲れ、ありがとう。今日ありがとうございました。白玉さん、私電波悪かった？電波悪かったの？最低30分で納得したい。納得したい。納得してください。ジョナさんこんばんは。スペインに忘れ物してもいつか取りに行けるってなんかすごい確かになかなか取りに行かへんよねスペインまでね。なんか一応スペインと日本と両方に充電器置いてるんですよ。手ぶらで行けてるように家に。そう、もう置きっぱなしにしとこうと思って置いてるんやけど、でも忘れたから。9月朗読劇があるの。まず一番いってらっしゃいよ、ちーさん。安全運転どうぞ。いや、聞き取りにくいとかありました？マジで今日は私の電波が悪かったんかな。ほんなら、ごめんなさい皆さん。すいません、せっかくカラオケがあかんかった。来月は生エミカ見てすぐ特ポかな。だってね、チェキ食べるのチェキ目当てユキチェキ目当てか。チェキが一番目当て。爆笑してたからオッケー。いなかったしいなかった、いなかった、おらんかった。あ、お話にしようなかったけど途切れてたね。いつもは途切れてない。多分チェキは取れへんかな、ユキ。朗読劇だから。朗読劇やから多分やけど、チェキは無理かな。奥村おるさん忘れたって書いて奥村さんおるって言われてる。ケーキ食ってきた。しっかり誕生日の歌歌ってきた。かわいいかわいい。エミカの誕生日もやってください、とつひろさん。それシンジさんこんばんは。そう、ここが最近そんな感じの時もあった。そう、花雪さんおるって。100メートルのさんこんばんは。今日は次の方も一人中だけど、ね、ありがとう、ありがとうございます。みんなそうやんかな。私全然聞こえてたんやけど。結構今日はね、私は全然聞こえてたんですよ皆さんのこと。逆にあれかな、エミカしか聞こえてなかったってこと。今まで問題なかった？ポケカいつ渡せばいいの？ゆっきー、直接やっぱ東京でトークポートじゃないわ、お話し会とかできたらいいけど、
できるのか分かんないんで、もう送ってくだされるんやったら一番まあ確実やけど、お任せしちゃう送ってくれるんですか、ほんまに送ってくれるんじゃないな、ほんまにくれるんですか。そう、皆様ポケモンカードをお家に余らせてる方がいましたら、よかったらください。いらんやつで全然いいんで。お家にポケモンカード余らせてて、僕どうしようかなみたいになってるやつがあったら私にください。日が変わりました、日が変わりました、日付変わりますよ、変わりました。皆さんこんばんは、日曜日がやってきました。今日はちょっと不安定やった、ごめん、じゃあカラオケボックスやったからかもしれない、ごめんね。しっかり Wi-Fi あるとこ選んでんけど。トカミさんこんばんは、こんばんは。ポケモンカードより遊戯王ですって。遊戯王派ですか、恭平さん。ワンピースカードは？あ、そうだ、カード探しておきます。イエーイ、ありがとう。頼んだ頼んだ。めちゃくちゃありがたき。ポケモンもうわからん、進みすぎて。最近のはでも私もついてきてない。あ、ついしんじさん心が120枚、3分の1エネルギーカード120枚ざっと出せるのすごくない。ピアス入ったからでも少し忘れて、ねえねえ、ピアス受け取りました、ありがとうございます。帰ったらついてた、イエーイ、ありがとうございます。あ、家が心じゃなかった。あ、そうなんですね。あのトムさんの妹ちゃんですよね、コリンちゃん合ってるかな、ポケカ集めてたんですけどさ、お引っ越しするときに全部置いてきちゃったみたいで。めっちゃショック。明日もリンク？リンクに住んだら？今日オリンちゃん、オリンちゃん。レディポイポイナイス。コリンちゃん笑った。ごめんなさい。オリンちゃんね。オリンちゃん。仮面ライダーのカード、仮面ライダーのカードはいらんな、ごめんな。メルメタルマックスって何、恭平さん。構造済みデッキ買ったやつであげてもいいです。何それ、どういうこと。私よりプロやねんけど、ユッキー今日は汗かきすぎたいい運動、運動でもないのか、運動になったということで。うちの荷物も TPD 置かんぞ。 TPD って何、TPD、 TPD、 レイリーポイポイありがとう、ヤンチクリさん。ワンピースマンのシールダブリもあげれるでやってえ、じゃあもらおうじゃあもらおうとか言って乗っかって、キラキラしてるカードがレアなやつだと思うんだけど。そうなん、恭平さん、いらない、恭平さん、いらんかったらちょうだいいらんかったらちょうだい、もしいらんのやったらいただいていい？いや、いらなかったらでいいんで、もしいらなかったらよかったら。ワンピースマンのダブリは見ちゃう、やったー嬉しい。ワンピースのカードゲームはみんな集めてないの？あれなんか集め始めようかなと思ったけど、結構手に入れるの難しいっぽい。なんかカード持ってないやね、肉さん。プロ野球チップスの付録カードゲーム、プロ野球チップスは一番やらんかな。いなかった時うちのめめちゃんがお相手しようと思ったけどやめといたって白玉さんのおめめちゃん見たかった見たかった。プロレスのカードもちょっと使わへんな。
そんなあのワンピースカードの話、シンジさん事務所に発送ですね。え、事務所に送ってくれたらめちゃくちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。うちそこない、届かない、あ、届かない、届かない、 TPD おかんぞ、すごいうちそこない。ワンピースのカードなかなか打ちないですよね。そうそうそう、どこも売り切れですよね。ユッキーさん、ユッキーさん、ユッキーさん、ユッキーね。あ、アイちゃんこんばんは、先はありがとう、超楽しかった、アイちゃん本当ありがとう。デジモンカード最近まで集めてました。デジモンめちゃくちゃ好きなんです。あ、そうなんや。デジモンはね、唯一知らなくて橋本優子、前田敦子、深田恭子のトリカならたくさんあるけどちょっとエミカ集めてたらやばいやつになっちゃうよね、エミカがやってたらそれは私が集めてたらあかんな。まあ事務所に送るのではなくイベントで直接渡すまで待ってますよ。お、でもねぎさんありがとうございます。待っとこう。ガードゲームないの、ハミゴハミゴハミゴって久々に聞いた。ポケモンカードって裏青色だって。ってポケモンカード裏青色ですよね確か。あいさんおひさですって。5分マジで短い、すぐ終わったね。あいちゃん昨日とかマジですぐ終わったねすぐ終わった昨日。あーとか言って、ゆめちゃんに今度よろしくって言ってた。ありがとう。今度はまだトイレ行っちゃう。一番宝物抽選で当たった白石麻衣ちゃんの直筆の文字写真。おー多いですね、やっぱり白石麻衣さんのファンの方。私もイベントで落とします。ユースルでポケが中古ノーマルならいっぱい買える。あ、そうか、イベントで、イベントで120枚私持って帰れるかな。おかえりおかえりおかえり、ずかさん、ずかさん、ああ面白かった。たらいも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 とはお芋。イベントいつできるかな。早くしたいな、イベント、うん、イベントいつできるやろ、何時までやりますって。どうしよう、今明日の準備してて、明日の準備終わったらしたいねんけど、お、あ、したいねんけどじゃない、終わりたいねんけど、どうしようトランプケース2個ぐらい、あ、それやと多くないか、そうか、あんな、まあ、ちっちゃいカードか。茶畑と芋畑の塚さんです。めちゃくちゃ田舎って感じるよねあれのイベント面白いし、ね、あれのイベント超したいねんけど、ほんまにどうしよう。とりあえず9、あの8月中はちょっと忙しすぎるんで、9月になってからなんですけど大丈夫。遊戯王のカードで昔ね、ちょっと1枚100万円え、そんなに高いの、やばない、そんなに高いやつがあるんですか世の中には。お待ちしております待っててください。とりあえず配信、旦那がオンラインお話もして終わって配信もして大変やなって優しい、すごい親身になってくださってありがとうございます。お優しいですねって言っといてください言っといてください。とりあえずしとく、あれどこやったっけ、私あれちょっと待って、何やさん私なくした、あった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 、ごめんなさい、なくしたと思ったけどありました、明日の持ち物あぶねえ、なくしたかと思ったぜ。
恐ろしいぐらい荷物多いわ。100万円のカードもらえるんって、もうそれ100万円の宝くじ当たったみたいですよね、ほんまに。今ポケモンカードで一番新しいやつはメイドインアビス、アビス、私昔のやつ集めてたのよね。ワンピースのカードも今最高20万円で、やっば高っ。お風呂入りたいしご飯食べたいけど眠い。眠さに負けてご飯も食べれへんの、赤ちゃんと一緒やん、かわいい。カードの世界もプレミアムめっちゃ高いよって。100万円はやばいよね。ヤフオクとかメルカリに出品されたりしてるか見てください。見てみよう、気になる、見るだけでもおらん。今日は実家の旦那の実家に帰ってみんなで焼肉食べに行ってきて、最高。息子生まれてから初の焼肉、そんな久しぶりだったの。海外だと1枚数億円、そのカードどっかに落ちてないんかな。なんか飛び切りレアで飛び切り状態がやつは大きい方の 1本はするらしいで、やって。なんなん？どんなん？たまたまそれだけ私置いてへんかな。ごちそうしてもらって幸せ、最高やね。お気に入って何？お肉。甲子園の決勝、山口県と宮城県、お、どこ高校？今甲子園やってんだーって。すごいなんかおじいちゃんみたいなコメント。ポケモンカード、旦那が最近ハマってるの？もしいらへんやつだったらくださいって言っといて。ポケカ新しいのはロストアビスですって。ユッキーはもう最高に知ってるから。今日のお昼ご飯はファミマの親子丼です。お、ファミマの親子丼美味しいです。おい、なんかいないって言ってるよが面白かった。それはね、私も聞こえて。いないって言ってるって言ってくれてると思った。なんか傷とかすれとか何もない杖の入れ物に厳重に入れるみたい。そんな金みたいな。マジック・ザ・ギャザリングってカードゲームのブラック・ロータスってカードが数億円する。すげえ、そんなにレアなの？いらんやつ欲しい。そう、私のスペイン人のお友達たちがめっちゃ集めてて、ゲームのなんか、なんて言ったらいいの、お店みたいな、ゲームセンターみたいなのをやってたんですよ。もうコロナ後にちょっと最近潰れてしまったんやけど、そこでいろんな方々がポケモンカード集めてて、で私に日本で私集めてなかったかって聞かれて、集めてたんやけど全部捨てちゃっててさ、引っ越しの時に知らんうちになくって。でお友達とかもしいらんのあったらちょうだいって言っといてくださいって言われて、そう、なんかもし皆さんわざわざ買ったりとか全然しなくてもいいんだけど、もしいらんのあったらくださいって。新しいフラッペ出ないかなって、待ってまだ飲んでない。旦那にいらんやつかあるか聞いて、ディズニーのお見事にしなくのか。もしいらんやつがあったらぜひ。フラッペみんな3つ飲んでるってすごいな。カードより早く3周したいです。3周もうできそう、もうそろそろ。そろそろできそうな感じ。3周お友達どころかお宅から回収。そう、お友達にさ、やってる人おらんくてさ。あ、そう、日本語のカードで全然大丈夫。古いカード、それとも最近のやつ、全然なんでもいい。なんかほんまにこれいらんわ、使い物ならんわみたいなとか、なんか別にこれ別にもういらんねんけどみたいななんかあったらぜひ。ヨーギラスはあるのか。あ、ヨーギラス、うわ懐かしい。ヨーギラス、シーラカンスみたいなやつですよね確か。ちゃう？ない、私もう一枚もないの。ガシのカード出てきました、懐かしい。今探してるんですか。町岡さん、こんばんは。三つともノーマルで飲んだって、さすがやんね、本当にさすが。緑色の不機嫌な顔したやつ。可愛いやつや。ポケモン大好きやったな、ほんまに。超好きでした、ポケモン。
っちゃん一人ではスタバなんて行かないけど、やってけどやっぱ、え、今は誰と行くの？彼女さん？ニニクはそれが好き、ポケモンカード持ってない、誰か送れって。みんなポケモンカード集めてる。え、私もルビーサファイア時代です。ポケモン、そう、私もめっちゃ好きやったけど、最近のちょっとわからなくなってきてるわ。ゆうやくん、私とも一緒、初代のしかないと思うけど全然いい。ヨーギラス、サラギラス、バンギラス、あ、わかったのね、緑のやつよね。ポケモン全然知らん、シンジさん。アイテムカードはいらんやんな、もう何でもいい、もうアイちゃんほんまにいらんかったら、あの、どうしようってやるんやったら全然もう大丈夫ないけど、ほんまにいらんなって思うやつあったらもうゴミ箱やと思ってちょうだい。友達はプレイヤー、コレクターどっちやろうって、プレイヤーやと思う。でもコレクターの人も多分おると思う。友達の友達、なんかそのなんか界隈があって、私その中の一人二人が友達なんやけど、そこの人たちが所属しているそういうゲーム好きグループみたいなのがめっちゃ好きな人がいっぱいおんねんて。生きわらしやったっけ、かわいい、すごい。ニニクさんも結構詳しい。初代って裏側の絵違うやつって。彼女は元カノ、何分からん。え、結局どうなってんの。あ、そう、今年の秋頃のポケモン、あれなんですよ、あのスペインなんですよ、あのメインのあれが、どれがスペインなんですよ、あれ。分かって私の言いたいこと。スペインなんですよ。結局ピカチュウが可愛い、それな。私でもジラーチが一番好き。ビショップさん、こんばんは。ゴミ箱やと思って大な爆笑。いや、も私もゴミ箱やと思ってください。プレイヤーやったらアイテムカードも欲しいかもね、やって。なるほどなるほど、コレクターやったらアイテムカードは別にいらん。旧ポケカがあって裏のデザインが違う、なるほど。え、見たら分かるんかも。スペイン語で話してるやん。じゃあね、そう、次のやつがスペインなんですよ。そうだから私は出てくる街とかをこう巡って、ほんまにあるからさ、ここやで言うて、なんか YouTube 撮ろうかなと思ってる。タバで送ったろか言うてるやって。もうゴミ箱やと思って、ゴミ箱やと思って、ゴミ送ったらあかん、ずかさん、これやっちゃうわ。竹坂は何時終わるか分からないけど、ありがとう。30分にはもう終わるな。30分には私もう寝なあかんから。30分には終わるようにしっかりしっかり終わらせます。用意を、調子乗って、ポケモンカードの話して用意今怠ってました。ちょっともう一回気合い入れます。用意、危ない危ない、用意を怠っていたよ今。私はぼーっとしていた。危ない危ない、お風呂入りたい、汗で体が。もうそれはお風呂入って、それは入っておくれ。20日前後の週末では、だってトークポート、ちょっとね、お仕事の都合で変わるかもしれないんですけれども、大体ポケカハマチでノーマルカードならタバであるのは間違いないって。そう、聖地巡ろうかなと思って、しんじさん。え、ポケカ3パック買ってきた、やば、さすがユッキー。今来た、ただいま、おかえり。あー、 YouTube でカードの開封動画とかどうでしょう。開封動画見るの好きです。開封動画いいですよね。でもカード、そうなると全部買わなあかんな。今来た、ただいま、おかえり。配信終わるまで入れ、あ、マジで、ちょっと30分ぐらいに終わるわ。早く用意終わりをします、終わりやしますよって。ならおすすめでお願いします。おすすめがいいの、たまねぎさん。おすすめ希望、みっこちゃんもポケモンカードハマってて、今日ギリ実家帰った時に
旦那と対戦してた。めっちゃいいやん。私対戦する人おらんかった子供の時ちっちゃい時やった。ポケモン言えるかな、主題歌ってみた。やりたい。歌えるかな。送ってもらったカードの開封動画ね、これレアじゃんとか言ってスペイン人と一緒に楽しそう。カードゲームが戦うものやるけど、そんな年頃じゃないので集めてニヤニヤ見るまでにしときますニヤニヤ見るのもなんか大人になったなって感じじゃない戦わずに。遅め希望ね。めいっこちゃん小2。私も小2の時自分でなんかあの ステージみたいな、あのカード出すステージみたいなのがあんねんけどさ、自分で紙に書いて作ってたもん。3パック開けてきたが残念、レアがしか、レアしか出なかったって。何やばない？残念ではない。我々の頃は通信ケーブル持ってた。嘘、玉ねぎさん指んのすげえ。すごい言えるの、すごい。もう忘れてもうたわ多分。なかなか言えないですよ。ポケモン言えるかなですよね。ポケモンの名前みたいな。通信ケーブル持ってるからちょっと偉かった。全然仲良くない男の子とかもなんか放課後に会って交換したもん持ってるからエミカが通信ケーブル。秘密の独断と偏見で選んだカードでデッキ紹介。楽しそう楽しそう。やばい、20年前の遊戯王の未開封パック出てきたやって。貴重なやつや。中身なんやろ。ポケカショールームかからがいいカード。あ、ショールームじゃない、 SR 見たらショールームって言ってしまう。全部見たらクラスのヒーローだったからね。ピカチュウが最近、あ、そうなんや。愛ちゃん、じゃあそのメイコちゃんと家族はもうポケモンで溢れてるんや。かわいいピカチュウ関連のおもちゃ最高。数万作って。おばちゃんメイクに甘い。愛ちゃんを甘々やからな。通信ケーブルは持ってるだけで友達できた。そうできた。ショールームカードって呼んじゃったショールームカードって呼んじゃった。完全にミス。懐かしい。推しポケモンはジラーチです。断然ジラーチです。メグちゃんにはは、は、何課金、とりあえずいっぱいお金使うみたいな、お金使いまくるみたいな。めいっこに甘い、甘いおばちゃん&エミカにスタマカード見つぎお姉さんめっちゃおもろいその言い方あ、たとえ火の中、水の中、森の中ですよね。ズーム入ってて少し出てました。おかえり。伝説のポケモンですね。そう、ジュラーチ。そうそう、変わった方法でしか手に入らへんと思う。私7月生まれやからさ、単純にそういうので昔ジュラーチめっちゃ好きやって、その名残でめっちゃ好きなんですけど。可愛くない？ジラーチ。黄色がしかも好きなのね。なかなか大変だけど必ずゲットだぜ。ポケモンゲットだぜ、イエ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 イですね。マサラタウンにさよならバイバイですね。覚えてるよ。何の話かついていけんからめっちゃ眠い。ごめんごめん、しんじさん。このクリボは何？これはユニバです。水着親父です。スカートの中キャーっていうの、あれやば、なんやねんと思った。
ジュース持っていけどうやって持ったか忘れた映画の入場特典とかだったっけ。でもなんかレアはレアね、確か私も持ってるけどな、どっちやったっけ。映画かゲームボーイアドバンス、ロックマンエグゼが分かんないのよね。今映画で配ってるの Now で忘れたら懐かしい。あ、ズームで白石麻衣ファンの飲み会っていうのがあるの。あちゃんももっとついていけないって言ってる。え、ラチアス配ってたやっぱ。そらそうじゃん懐かしい夏超夏い、めっちゃ懐かしい話が全部懐かしい。エミチが芸人の制服姿に似合っている、あれ1回しか着てないやつ。ポケモン25周年で映画がリバイバル上映してて入場特典で配ってる。なるほど、もうそんなん子供行かなあかんって思っちゃうよね。そんなにね。ポケモンカードのルール分かるんですか。正直めっちゃ昔はプロみたいに分かってたけどもう忘れてる。大丈夫でファイターです、ありがとう。あつ森が一番好き、もう愛ちゃんがあつ森のファンなのはもうな、もう分かったわ。私も来週は出会えればいいけど、もう毎週通わなあかんくね。出会えてすぐ逃げたよな、めっちゃ懐かしいわほんまにビーも転化できない、そうなん、めっちゃ好きじゃん。結局ナンバのホテル予約しました。あ、ナンバにしたのね。玉ねぎさん最初ありがとう。ナンバの方が分かるもんね周り。周りが分かるから、うん、そっちの方が便利。つまりプレイ時間確認したら1015時間、やばギネスを目指しておる。ピクティニーって何、ピクティニー分からん。逃げたらどこか分からんか、私がさなんかあ、そうすごい、宮川さんも詳しい。アニメでも配布すごい。あ、スプラトゥーン迷うね。明日の配信、明日の準備順調じゃない、全然順調じゃない。クルーです。だーらん。あかんな。クルーか。殺されないように。78人はやっぱ。え？サトシがめちゃくちゃ暴言吐く動画？何それ？3000人じゃん。3000時間はやばい。仮面ライダー？ピカチュウが黄色ってぐらい。めっちゃ、全然やん。これにするか。よっしゃ、そろそろさすがにもう明日の用意終わらせんとか。もう私のキャリーバッグは恐ろしい。どうしよう、なんかこんなんでいいかな。こんなんでいいか、こんなんでいいかとか言っていいんかな、知らんけど。しかもみんな見えてへんから何のことやら、何のことやら分かっていないですよね皆さんね、すいません。ポケモンカード、今日はポケモンカード買いに行きたくなっちゃった。いってらっしゃい。
都市の声の人、雪の声で聞かれて、あ、そういうことね。次はフィンランド。エアコンのタイマーとまた熱、それはやばい。セレビーも、あ、セレビーをもらった。ピカチュウが移動ドームから頭の上に歩けるのが、首の筋肉すごい。そうなんや。めっちゃマッチョ首。お、スイッチ予約したんや、ユキ。それでいいのだ。え、これなんだっけ。これでいいか。フィンランドはサウナの浜の国。確かに。もう30分や、終わろう。そろそろ終わろうか。ねえ。そろそろ終わりますか、皆様。準備をよろしくて。私さ、ん？ちょっと待ってな、行方不明なんだけど。ない。何がないねんと思ってるでしょ、皆さん。ん？ネックレスがな、あった。あったあった。ありましたありました。あったわ。お待たせ。惜しくも投げてなかったわ。ポケモンの話に夢中で。お久しぶりです。おじいさん、お久しぶりです。アイちゃんも集まりする。お疲れな。もう少しで星は集まる。トゥーローズさん、かわいい。ありがとう。アバもらいに来ました。ああ、アバ持って行ってくださいな。アバはもう、ドドンと持っていってください。ガコガコ。ガコガコしてたな。に6キロもあんの？だいぶだいぶすごい。懐かしい話で盛り上がりますね。確かに盛り上がりますね。楽しいね。超楽しい。いや本当ありがとうございました。皆さんお付き合い。そろそろ終わるわ。そろそろ私明日の準備を本格的にするわ。もう本格的にしてんねんけど全然追いつかんっていう。本格的がなんか全然追いつかないレベルの次元にいる私今。やばいやばいっす。はい、じゃあ皆様そろそろ一旦配信終わりますわ。もう全然いろんな本ないんだけど。まだいっかとりあえず。はい、というわけで皆様本日も配信見てくださってありがとうございました。また明日配信するんやけど、明日ちょっとお仕事で。おでんかじる虫さん、お星様ナイス、ありがとうございます。ありがとう。あ、ゆうやくんも一緒に頑張ろう。頑張ろう。ピカチュウバージョンの座、おいらもね筋トレ。あ、腹筋割ろう。恭平くん、星持っていきます。ありがとう。なんでって来てる。何がなんで？明日がね、あのね、結構忙しくて、そう、全然ひょっとしたらね、来れないかもしれないんですよ、ショールームに。うん。ひょっとしたらショールームに全然来れないかもしれないんで、ちょっと許してください。できそうであれば15分ぐらいできるように頑張ります。はい。ほんなら皆様終わりますね。ありがとうございました。ズカさんよろしいです。 NG ワード出てたから。ほんまや、 NG ワード出てる。ちょっと待ってや。ランキングだけまず読むね。ランキング読みます。いきます。13位なべちゃん、12位しんじさん、11位あいちゃん、10位ゆきおさん、9位やんちゃくれさん、8位京平さん、7位ひかるくん、6位かしもちみつぞうさん、5位ともっちさん、4位ビビ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 ビオロゲンさん、3位ずかさん、2位たかさん、そして1位は玉ねぎさんでした。よっ、ありがとうございました。そしたらいつでも配信してくれる気持ちがいい。いつでも配信しますね。でもひょっとしたらお休みチケット使うかも。うん、
お仕事でちょっと1週間ぐらい忙しいので、行けそうな時にします、はい、ではでは皆様本当にありがとうございました。トークポートもありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、ほんならみんなおやすみなさい。ありがとうございました。早起き頑張りますほなまたね。バイバイ。ありがとう。おやすみ。